正代キース子者、ジョージ・キース・エルフィンストーンは、ナポレオン戦争を通して活躍したイギリス海軍の、ゲートク。初代キース子者、エルフィンストーン教の5人目の息子として、スコットランドのスターリング近郊にある、エルフィンストーンタワーで生まれた。兄のうち2人は海軍に進んでおり、その後を追って1761年に海軍に、入った。乗り組んだのは、軍艦後スポートで、 艦長は後にセントビンセント伯爵となるジョン・ジャービスだった。1767年にはイギリス東インド会社の船で東インド諸島へ航海した。その際、おじから有益な個人的貿易取引に使うように2000ポンドを貸し与えられ、それによって相当な財産の基礎を作った。1770年に会位、1772年に会位艦長となり、 1775年に直任艦長となった。アメリカ独立戦争の際には、エルフィンストーンは、主略戦に取り締まる任務につき、また、チャールストーンを占領した海軍部隊にも加わっていた。1781年1月、軍艦、ウォーウィックを指揮して、数日前に同等の戦力のイギリス艦を撃退したばかりのオランダ50門艦を捕獲した。 講和が成立した後10年間は陸上に止まり、まずダンバートンシャーチックの、ついでスターリングシャーチックの下院議員として活動した。戦争が1793年に再開されると、エルフィンストーンは軍艦ドバストの指揮を任され、サミュエルフト提督の下でトゥーロンの占領に参加した。そして、イギリスとスペインによる上陸部隊の戦闘に立って、 フランスの大軍を海岸で打ち破ったことで名を挙げた。また、トゥーロンの街を放棄するときには、脱出者を乗船させる任務を任された。1794年海軍少将に昇進すると、1795年には、希望本及び、インドにおけるオランダ植民地を占領するため、派遣された。1795年に、ケープにおいて広い区域の占領に成功した、エルフンストームは、 1796年8月に南アフリカのサルダニア湾でオランダ戦隊を丸ごと捕獲した。しかしエルフィンストーンはその間の時期、インドに進出した際に健康を害しており、サルダニアでの捕獲劇は本国への帰り道で生じたものである。1797年にノア白地で反乱が起きた時には秩序の回復を命じられ、速やかにそれを達成した。 また同様に戦隊が決起していたプリマスでも成功を収めた。1798年の終わりにエルフィンストーンはセント・ヴィンセントの辞称に任ぜられた。それは長い間にわたって歓迎されざるポストであった。なぜならセント・ヴィンセントは健康を害して任務を十分にこなすことができない上に極めて先制的でもあったからである。またホレーショネルソンは キースの任命が自分への軽視であると考えて、気難しく、また反抗的だった。ブレストから地中海に入ったフランス戦隊が1799年5月に行った脱出作戦は、主にイギリス海軍の指揮官の間の不十分な意思疎通に起因するものだった。キースは逃走するフランス艦隊をブレストまで追撃したが、戦闘に持ち込むことはできなかった。11月に、 艦隊司令長官として地中海に戻ったキースはオーストリア軍と共同でジェノバ包囲戦を戦い1800年6月4日に降伏させた。しかしその戦果は直後のマレンゴの戦いの結果無に返した。フランス軍の再戦領は極めて素早く、提督は敗下の艦船を港から脱出させる余裕がなかった。1801年の終わりから 翌年の初めにかけては、エジプトをフランスから取り戻すための派遣軍の輸送に費やした。敵の海軍力が完全に港に閉じ込められていたため、イギリスの提督には海上戦闘の機会がなかった。しかし兵員輸送船団の航海及びアブキールへの上陸に関する式ぶりは大いに称賛された。1797年にキースは、イギリスのキース男爵に助せられ、また、 アイルランドの男爵位も授けられた。1803年の戦争再開時には、北海艦隊司令長官に任せられ、1807年までその地位にあった。1812年2月には、海峡艦隊司令長官となった。1814年には死者区に上った。北海艦隊司令長官を退いてから、海峡艦隊司令長官に就任するまでの間、 彼はまず想定される侵略に対処するための方策を十分吟味し、叱る後に多数の小船隊やスペイン、ポルトガルの沿岸で雇った私有船を指揮して、ナポレオンが降伏してフレデリック・メートランド艦長式の戦列艦ベレロフォンによってイングランドに連れて来られた時、エルフィンストームはプリマスにいた。敗廷へのイギリス政府の決定は彼を通じて伝えられた。 キース教は議論に引き込まれることを拒否し、従うべき命令が確固としてあるということを自ら宣言して堅くなな態度を保った。彼は著名な捕虜の外見にはさして感銘を受けず、ナポレオンとその取り巻きの様子に珍妙な印象を受けた。キース教は1823年、スコットランドの自らの領地であるファイフのキンカーダインオンイコールフォース近郊のテュリアラン城で亡くなり、 教区教会に埋葬された。応援の描いたキース教の肖像はクリニッジのペインテッドホールにある。彼は二度結婚しており、1787年に結婚した最初の妻はアルディのウィリアム・マーサー大佐の娘ジェーン。1808年に結婚した二度目の妻はヘンリー・スレールとヘスター・スレールの娘、ヘスター・マリアである。二度目の妻のヘスター・マリアは、 ジェームズ・ボズウェルのサミュエル・ジョンソン・デンやマダム・ダーブレーの日記においてクイーニーとして研究されている人物である。キースは二度の結婚でそれぞれ娘を成したが男子がなく死者位は一代で廃絶した。イギリスとアイルランドの男爵位は長女のマーガレットが相続したが彼女の死亡によって廃絶した。キース教と妻クイーニーはパトリック・オブライアンによるベストセラー小説。 オーブリーマチュリンシリーズに主人公の友人として登場し、読者にとって親しい存在となっている。エルフィンストーンに関する文献としては、彼を称える著作、キース教の生涯がアレックス・アラダイスによって書かれているほか、ジョン・マーシャルのイギリス海軍列伝第43版や海軍年代記に電気的記述を乱すことができる。ありがとうございます。